あ、鏡持ってこないと。チャンネル登録してね。ソニンオフィシャルチューブ。はい、こんにちは、ソニンです。やばい、すっぴん大丈夫かな。私ちょっと透明にこれから超簡単メイク、打ち合わせとか少し化粧はしていった方がいいだろうなっていう感じの、本当に超最低限のやつのパターンをやっていきたいと思います。ちょっと待ってよ、止めて寝起きだから声がカラカラしてる。まずはベース、こんな感じです。ポーランド女王、まあ最近使い始めたんですけど、それまではローラメリシー使ってて、ラディアンスってやつもうすっごい気に入ってたんですけど、ちょっと他のも使ってみようかなと思い始めて、なんかこれがいいらしいので使ってみてます。今んとこまだわからない効果が。はい、適当にしたら、じゃん、クッションファンデを最近ちょっと愛用してて、これがオーガニックのもので、いわゆる私今までミネラルファンデーションとか使ってたんですけど、粉をね、で割と冬とかは乾燥するからこれいいなと思って、でこれが多分ミネラルからできてるやつなはず、あれ合ってるかななので、まあ、いわゆるこれでそのまま寝ちゃっても大丈夫ってやつですね。まあなるべく気をつけますけど、たまにそのまま寝たくなる時もあるので安全かなと思って最近これを使ってます。もう本当になんていうの、 T ゾーンとこの目の下くまらへんっていうか、ここの頬らへん、特殊周りもだけです。ここらへんは塗らないようにしてます。何やら結局シェーディング入れなきゃいけなくなっちゃう。まあシェーディング入れる時も、もう塗らないですね。舞台の時はちゃんと塗るけど、うん、いいでしょ、あんまりわかんない、そんな形じゃなくても。チャコットの、このちょっと紫がかったパールの入った、これがすごい好きで、これを軽くベタつかない程度に筆で持っていくような感じで、舞台とかパフ使って叩き込んだりするんですけど、チュン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 と、ついでに首もさっきベース塗ったから塗っとくとシワがごまかせるかな。ピピピピピ、はい、こんなもんです。シェーディングはもう簡単メイクだからしないで、ノーズだけ入れてあげます。メイクアップフォーエバーさんのハイバーのやつなんですけども、これがすごい気に入っちゃって、もうこれなくなるまでずっと使ってます。意外と持つから、ちょいちょいちょいってこのなんていうんだ、ちょうどこう曲がってるところにノーズの影を入れて、あとは鼻のから、なんか残ったので頬らへんチュン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 って終わり。あ、そうそうそう、稽古の時とかもう本当になんていうんだろう、すごく綺麗な役とかはもうちょっとしっかりしてるかもしれないけども、本当に稽古中の最低限のメイクもこれに近いです。コスメデコルテのアイジェルなんですけど、ん、PK861、 もうこれがすごい気に入っちゃって、それで他の色も買いました。でもほとんどやっぱりピンク使うことが多いです。真ん中にチュンチュンチュンと乗せて広げていくような、なんかこれだけで他のアイメイクしなくてもいいぐらい、なんかなんて雰囲気が出るというか、さりげなくツヤっとするし、ジェルタイプなので割となんて言うんだろう、私の二重のこのまぶたの感じがクッと上がるんですよね。こんなもんかしら。少しだけ茶色で影入れます。ちょっとね、これがね、何年使ってんだろう。もう全然なくならないから、ちょっと汚すぎて見せられないんですけど、メイベリンのビッグアイズっていうやつの茶系のシャドウで薄いやつをチップで、もう本当に軽く
目頭ちょんちょんちょんとして、このダブルラインのとこにそのまま流れで影を作ってあげる。で最後の目尻のところ、キュッ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 と、こんなもんかしら。そしたら眉毛かな。眉毛は薄いのでちょっと描かないで、他の化粧してるとちょっとどうしたのかなっていう。ベアミネラルズさんのフローマスタースカブル スカルプティングペンシルチェストナッツっていう、割と暗めの色かな。薄いライトブラウン、ライトブラウンのパターンを使うこともあるんですけど、そんなに今髪明るくないし、夏が来るから明るめの使いたくなるかも。なんか枠、下のとこと上の枠をとりあえず先にこうやって描いて、その後なんかシャ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 ってなんか埋めるくらい。本当はなんかペンシルとパウダー使うわけた方がいいらしいんですけど、なんか普段メイクはめんどくさくてもペンシル1本で描いちゃったりとか、私もともとがないから難しいんですよ。一番苦手かも。反対側についてるブラシでちょっとなじませます。チュッ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 。なんかさ、この左の方だけちょっと眉頭が薄いんですよ。なんか消えたみたいになって、わかります。最後にぼやかした後にちょっとだけここはピピ足してあげます。さっきのノーズに馴染むようにこういう風にやるんですけど、やればやるほどここがそしたらここからマスカラはしません。もう本当にマスカラが私めんどくさくって、はい、でもやると全然変わるのは知ってるんですけど、であと普段まつげパーマを去年ぐらいからするようになってすごい楽で、それするとマスカラしなくっても結構パチって見えるので、ビューラーしたりとかマスカラした後にこうアイメイクで落としたりする方が負担かなと思って、去年ぐらいからやってたんですけど、今はもう自宅待機で行けてなくって、もうすっかり下がっちゃいました。だからまああんまりアイラインだけで十分だとは思わないんですけど、アイライナープチプラのコスメサロン、コスメ店とか行った時になんか気になるやつを、今これです。基本的にブラウンが好きです、アイメイク系は。上の方になんかなんて言うんだろう、上の方に一本引いとくとマスカラしましたよみたいな詐欺する疑惑する、したでしょう、してるでしょう、ごまかし。もうこれだけ本当に普段はマスカラしない。稽古中とかも公開稽古みたいな感じでちゃんとカメラが入るときはやりますよ。いやでもそれこそウエストサイドの密着のカメラとかマスカラとかしてない状態で受けてたの。本当汚いだった。そうそう、なんか私結構目元落ちやすくって、すぐここが黒くなっちゃうんですよ。パンダ目になっちゃうというか、もう本当メイクさんね、いろんな女優さんモデルさん歌手の方、すごい方いっぱいしてるんですけど、してらっしゃるんですけど、トップ3を争うって言われました。落ちる、ここら辺とか結構マットにして落ちにくいようにするんですけど、それでも落ちるからね。だからなんかあんまり中とかマスカラとかそんなにしたくないというか、メイク直すの大変だし。ハイライト、これもすごいもうずっと使ってて汚いんですけど、今使ってるのはケイト、ピンク系のハイライト。ノーズに手でも、手が一番、もう何年もこれやってるけど、もう手が一番。筆でやる時ももちろんあるけど、ノーズやって上唇の上、キュンキュンキュン、あご、そして眉の上つなげるように T 字ですね。はい、これもベアミネラルズさんです。もうベアミネラルズさんはやっぱり肌に優しいし、クレンジングしなくてもいいくらい優しいので、日常使いにはすごく助かってます。全体にポンポン、くるくる、ヒュッ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 。あ、こっちつけすぎちゃった、やば。なんでなんか急にここ赤くなっちゃった。まあ今もしかして何か引っかかったかもしれない。よく赤くない、本当に肌が弱くって大変で、基本的にニキビとかもそんなできないんだけど、皮膚が薄いから結構血管が見えて、なんか赤っぽくこうニキビがあるかのように。昔にドラマ撮影してる時に、朝とかってもう早すぎてメイクする前に段取りして、メイクに入る、その間に撮影台が準備をするっていう状態で、すっぴんのまま段取りやってたら、プロデューサーになんか肌が調子悪そうだけど大丈夫って言われて、
あ、自分のすっぴんってこの血管が全部、あ、ニキビ肌に見えるんだ、肌が荒れてるように見えるんだと思ってすごいショックで、できものはできないのに、自信があったのに、なのですごい気にしてます。最後ツヤ出しマックのライトスカペードっていう、こういろんな色が入ってる、もうねこれ愛用しすぎててストックがあるぐらい。私これなしじゃん、もうこれなくなって、これ廃盤になったらもう泣いちゃう。もうとにかく自然にツヤが出るんです。これもね首に塗っといて光でパン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 と飛んでくれればなと。リップだね。あと今日何色にしようかな、自然なやつにしよう。これもベアミネラルズです。ジェンヌヌードラディエントっていうやつで、もしかしたら今もう商品が新しくちょっと変わってるかもしれないんですけど、これはパンコっていう色なんですが、割と落ち着いた感じの色で、本当にねこの種類の、あともう一色持ってる、本当にいい匂いで、バニラの匂いかな。もうこれつけるためには美味しそうってなるの。軽くこんな感じ。おしまいです。あ、そうだ忘れてた、その上だけアイラインしてるから、あの下もちょっとだけ入れてあげる。もうこれも長年愛してます、アリーのアイライナーなんですけど、ブラウン、あのウォータープルーフで落ちづらいということで、こうやって下にちょっとだけ入れて、ここ馴染むようにお菓子入れてあげて、これ半分だけ、ここまでしちゃうと囲っちゃうから半分外だけ、ここもちょっとつなぎ目お菓子入れてあげようかな。うん、完成。あとはね、髪はやったりやらなかったりですけど、あ、でも基本的にもう前髪伸ばすぐらい。なんとドジな、何してんねん。もうこんな典型的な大型がいるのかっていうぐらい大雑把なんです。大雑把の方、大雑把の方いいんです、自分が良ければ。で前髪もちょっとだけ綺麗にしたら、伸びちゃったもん。だって自宅待機になる前に、あの結構当分来れないかなと思って、かなり前髪短めに切ってもらったんですよ。結構ここら辺まで切ってもらったけど、これ何センチぐらい伸びたの。本当にヘアのセットが下手くそで、私もうとりあえず前髪伸ばすぐらい。お、出来上がったって。真ん中を取ってみよう。どうや、いいんじゃないね。こっちもちょっと逆らせるよ。よいしょ、こっちもよいしょ。ちょっと丸めて前髪は短く。あ、なんかできてないちょっと最終的に手で直すと大雑把にも程がある。あ、髪切りたい。普段ここまでやんないですちょっと一応整えてみようかなと。本当にナチュラルに、できるだけナチュラルに。はい、というわけで超簡単最低限ソニーの10分メイクでした。まあこれを見て参考になることなんてないかもしれないですけど、基本的にもう本当にナチュラル。もちろん化粧すれば綺麗になるし、自分の欠点カバーできるから、それで気分上がるのもその喜びっていうか、もちろん知ってるし、いつも思うんですけど、スピンになった時に自分の顔に愕然としたくないというか、欠点だらけなんですよ。もうすごい気になるし、いろいろね。でもなんかそれも自分だなって認めてあげたいというか、それができないと、なんか性格もそうだし、全てにおいて自分に自信が持てない、真の意味でと思って、私はあのなるべくナチュラルに自分の素材を生かしてあげるというか、っていう感じにしてます。カラコンとか、そう、役柄に合わせてウィッグしたりとか、こういう系の外国の方だったらこっちの方が色が合うとか、めちゃめちゃ美人と言われてるとか、人様から見てめちゃめちゃ美人とか可愛いとか、そういうのはちょっと持ってあげないと失礼なのでキャラクターにしたりするんですけど、普段はしないようにしてます。これは私の持論なんですけど、まあ、あれもちょっとねがっくりしちゃう。私黒目ちっちゃいんですよ、実は。だからやった方が絶対にキリッとして見えるんですけど、自分の裸眼の姿にがっくりしちゃうのが、あ、これはいかんと思ってやらないようにしたのと、あと一つの理由としては、芝居してるとずれちゃう
から相手の方がすごい気になる。だからそれはやっぱり演技の集中力を妨げるのが良くないなと思ってカラコンはしないようにしてます。役でやるときには奥絡む人にここここういうことでカラコンしていいみたいな感じで一応許可を取るというか、でも基本的にしないようにしてますね。でも持ってますよ、アイテムとして仕事で使うから。あの中野明美さんがプロデュースしたすごいあの自然で光が入ったように見えるコンタクトみたいな、グッドバイの時にしてました。あれも美人設定だったので、でもなんかモリモリな感じは嫌だなと思って自然なタイプを選びましたね。はい、というわけで他のメイクバージョンも見たいなとか、 あとすごいやっぱりメイク道具をいっぱい持ってて、でこの間整理したばっかりで、もしあの見てみたいとメイク系でこういうの紹介してほしいとかこういうのやってほしいとかいうリクエストがあったらお寄せください。すごい楽しく見ました、またメイク動画見たいよっていう方はぜひグッドボタンいいねよろしくお願いします。それとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではソニーでした。 Have a nice day.